ランランルー。どうも、アマグリです。皆さんは、マック派ですか、マクド派ですか、私は、マクドナルド派です。サムネとタイトルでわかるように、今回はリクエストをいただいた、マクドナルドの作り方講座です。マクドナルド。いいですよね。私も小学生の頃はよく利用していました。大人になってから行く機会はかなり少なくなりましたが、それでもたまーにチキンクリスプが食べたくなる時があります。あのチーク感が逆に良いんですよね。それで入ってみよう。まず、ネザー推奨ブロックで 34×23 の長方形を作ります。あ、今回から建築環境を 1.12.2 に移行しているので、右上の地図モッドを消し忘れていますが気にしないでね。私は動画外では、いくつかのプラグインや建築補助モッドを使用しているので、その関係でいつもバージョンアップが遅くなってしまうよ。この上に、高さ11ブロック分灰色のコンクリートブロックを重ねます。モッドといっても、ブロックやアイテムを追加するものは使っていません。街などを作るときに全体をわかりやすくするための地図モッドや、コマンドにショートカットキーを割り当てられるモッドなど、なくても問題はないけど、あったら便利。的なモッドです。右側の角にジャングルの木材を5ブロック置いて、それを上まで伸ばします。側面に6ブロック間隔を空けて同じ柱を立てます。ここからなぜか PC 上の他の音が録画データに混ざってしまったため音声を消しています。正面の柱から18ブロック間隔を空けた19ブロック目のところに看板を立てます。厚さは3ブロックで、高さは屋根より2ブロック高い位置までです。やっぱりブロックの音がないと少し寂しいよね。今度、その看板から左に7ブロック間隔を空けて、ネザー推奨で高さ7ブロックの柱を立てます。そして上を看板までつなげます。今置いたネザー推奨をすべて手前側に伸ばしましょう。看板を挟んで反対側にもこれを伸ばしていきます。側面も。はい、ストップ。正面に戻って、柱から1ブロックの間隔を空けてネザー推奨の柱を1つ。そこからさらに5ブロック空けて1つ。ここの幅7マス分を壊して、一つ内側に灰色のコンクリートブロックと水色の型焼き粘土で、縦に線の入った壁を作ります。これだけですでに外観の大まかな形はできています。今回は動画時間が短くなりそうだね。動画の位置に横 3×縦5の窓を開けます。看板から1ブロック離れたところに赤色のコンクリートを6ブロック置き、それを手前に2ブロック伸ばします。動画では5ブロックになってるけど、6ブロックが正解だよ。下に 4×6 の穴を開けます。これも動画では 3×6 になってるけど 4×6 が正解です。間違っちゃってごめんね。側面右から4ブロック目に同じような入り口をつけます。ここもさっきの入り口同様間違っちゃってるけど気にしないでね。まあ、動画と同じに作っちゃったとしても、ちょっと入り口狭いかな、程度なので大きなミスではありません。取り直すのは大変なので許してね。ネザーレンガのハーフブロックで屋根を張っていきます。ここはただすべてネザーレンガハーフで覆うだけの簡単なお仕事なのでカット張り終えました。正面に戻ります。先ほど穴を開けたところにガラスを張りましょう。入り口はセブンイレブンやガストと同じなので説明は省きます。
多分、すでに見てる人の方が多いよね。まあ、等速再生なので、それらの動画を見てない人でも画面を見ていればわかると思います。まだ見てないよって人は見ることをおすすめするよ。お店系は結構作りが近くて、勉強になるからね。これらの動画を見ていれば、そのうちオリジナルの店も作れるようになるかもしれません。やっぱり、飲食店やコンビニがあると一気に街感が増すよね。はい。扉終わり。他の窓や扉も同様に作っていきます。あと、コンビニつながりなんですが、ファミマを作ってください、というリクエストをかなりいただきます。が、実はファミマはセブンイレブンの動画の看板や外壁を変えるだけでできてしまうんですよね。わざわざ別の動画として出しても、同じ説明が10分近く続いてしまうだけなので、セブンイレブンの動画を見た人向けにアレンジ方法を紹介する短い動画を作ろうと思います。優先順位は低めなので気長に待っていてね。細かい装飾に入ります。ここの角に白樺のフェンスを立てます。3ブロック間を空けてもう1本。またまた3ブロック空けて、これを繰り返します。はい。ここまで来たらストップ。側面も同じように3ブロックの間を空けてフェンスを立てます。ここでストップ。正面に戻って、今度は入り口にフェンスを立てます。ほい。側面も同じように。ほい。これで建物自体はほぼほぼ完成ですね。周りに植え込みを作ります。石のハーフブロックで、奥行き3の囲いを作ります。まあ、長さは適当でいいですが、気になる人は入り口から3、4ブロックのところで止めるといいでしょう。角を少し整えて、内側をボドゾル、また白砂ブロックで埋めます。ザッシュ、ザッシュ、ザッシュ。セルフで効果音を入れてみたけど、やっぱりゲーム音がないと寂しいね。録画ソフトを変えてからため撮りしていた分は、多分この動画で最後なので次回以降は音の問題や画質の問題は、治っていると思います。葉っぱブロックを置きます。葉っぱの種類はアカシア以外なら何でもいいと思います。全部葉っぱで埋めるのもありだけど、今回は白樺のフェンスが見えるように隙間を空けておいていきます。サバイバルの場合は、この葉っぱの元に光源を埋め込むといいね。てなわけでこんな感じ。はい。お待ちかねの旗タイムだよ。右のレシピ通りに旗を作ってね。お待ちかね。なんて言ってるけど私はこの時間が一番嫌いです。だってレシピ画像貼り付けるのめんどくさいんだもん。まあ、私といえば旗。ってイメージを持ってくださる方もいるみたいなので頑張ります。結構コメントはモチベーションに直結している部分があるからね。応援コメントは本当に嬉しいです。逆に、早くこの動画上げて、などの催促コメは、週にたった一度の休みを利用して動画を作っている私的に、圧力に感じてしまう時があります。もちろん、それだけ楽しみにしてくれているってことは嬉しいんだけどね。さて、ここまでできたら一度看板に貼りに行きましょう。今作った旗たちをそれぞれ、M の形になるように配置します。裏面も。ちょっとここをミスってたので修正。はい。次は文字を作ります。文字はいろいろな動画で多用するので、もうこの際アルファベット全種の作り方を一つの動画にまとめちゃって、文字を使うときはその動画へのリンクを概要欄に貼るっていう風にした方が良いのかな、って考え始めています。今回の、McDonald's なんて、C も O も D も、ブックオフの動画ですでに作り方を説明してるからね。はい。旗タイムはまだまだ続くので、これからの投稿スタイルについてお話しします。前回の動画で週1投稿と不定期投稿どちらが良いかを聞いたのですが、私の予想していた結果とは真逆で、不定期でもいいという意見が非常に多く、中には、無理しないで甘栗さんのペースで頑張ってくださいなんて温かい意見もありました。本当にありがとうございます。というわけで今後も週何回投稿などを決める予定はありません。が、だいたい1週間に1つ以上は出せたらいいなぁくらいのペースで頑張ります。
投稿者側の都合なのですが、私のチャンネルは土曜日と日曜日の再生数が平日の2倍ほど多いので、動画を上げるとしたら、土曜日の午前中になることが多いと思います。更新通知をオンにしていない方は、そのくらいにチャンネルを覗いてみてね。みんな動画の頻度より、クオリティを求めてくれているみたいだから、今後もっといい動画を上げられるように頑張るよ。はい。まだまだ旗タイムは続きます。私は他の建築講座系投稿者を全く見ないのでわからないのですが、皆さんどのように旗の作り方を紹介しているんですかね。いつもここの間を埋めるのに苦労しています。もしかして、こんなに旗を多用している投稿者私だけ？質問箱の方で、一番使いにくいブロックは何ですか？と聞かれたのですが、正直使いにくいブロックというのは、あまり思いつきませんね。むしろ、一般に使いにくいと思われているブロックの使い方を探すのが楽しいです。食べかけのケーキだって、私にとっては健在だよ。さて、そろそろ旗タイムも一段落つきそうだね。今作っている旗ができたら、一度張りに行きます。オッケー。看板から2ブロック開けて。ま、く、ど、な、る、ど。はい。ここまでできたらあと2文字です。あと2文字をわざわざ分けた理由は、この後に作る S の字が少し複雑だからです。ずっと旗作りばかりやってると集中力が切れちゃうからね。複雑な旗を作る前に気分転換を挟んだわけだよ。さすが雨ぶり。視聴者のことを考えてる系投稿者ランキングトップの男だね。本当は私が S の作り方を間違えて S だけ取り直した。なんて言えない。今回の動画はいろいろとミスが多くて申し訳ありません。雨ぶりはバーチャル世界に生きているけど、中の人は人間なのでこんな日もあります。人間だもの。というわけで、そろそろ最後の旗が完成しそうです。今回は動画時間が短くなりそうなんて言いながら、結局いつも通りになっちゃったね。はい。これで全ての旗ができました。早速貼りましょう。ベタ。ベタ。これにて、マクドナルドの作り方の完成です。それでは店内を覗いてみましょう。というわけで、マクドナルドの作り方講座でした。このマクドナルドは現実にある店舗を再現したものでなく、結構オリジナル要素が強めなのですが、シンプルな構造の割には、かっこよくまとめることができた方なんじゃないかなと思っています。みんなもぜひ作ってみてね。次回動画はまだ撮影していないので未定です。ストックがあったのですが、いろいろな都合で没になりました。建築講座ばかりで私も編集が疲れてきたので、そろそろ建築バトルを挟むのもありかなぁなんて考えています。建築バトルにはチームモードもあるので、誰かを誘って二人でやるのもありかな。ではでは、次の動画でお会いしましょう。